はい、皆さん、こんにちは。電通デジタルの八重樫様、小野崎様にお越しいただいております。本日は皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしまよろしくおす。願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日もですね、明るく元気にいきたいと思いますので、早速、八重樫さんの方にパスさせていただきたいと思います。八重樫様、よろしくお願いいたします。はい、では改めまして、皆さんおはようございます。このセッションですね、電通デジタルを選んでいただいてありがとうございます。今日は短い時間にはなるんですけれども、少しでもですね、デジタルマーケティングに興味を持っていただくようにお話していければと思っております。私、八重樫と申します。今、新卒採用グループにおりまして、デジタルマーケティングの話などを利用してますので、今日も皆さんといろいろお話ができればなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。電通デジタルの小野崎と申します。土曜日のですね、貴重なお時間、弊社の説明のためにお越しいただきまして、ありがとうございます。私、小野崎と申しまして、新卒グループで採用担当を行っております。できるだけ今日はですね、皆さんに、まずはデジタルマーケティングって何だろうなっていう、その入り口のところに興味を持っていただいて、で、この後もですね、インターンシップといろいろ控えておりますので、そういったところで、また今日、ご視聴いただいている皆様とお会いできると、すごく嬉しいなと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速説明入っていきましょうかね。はい、よじゃあろしくお願いい私たのし方ます。でスライドを移しますので、私はい、説明お願いします。お願いします。はい、しましあ、すいませた。ん。映ってますかね。あ、バッチリ。はい、ありがとうございます。じゃあ、次のスライドをお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、まずは株式会社電通デジタルの会社概要を、ご紹介したいと思います。弊社はですね、新橋にオフィスを構えておりまして、先日設立から7年目を迎えたばかりという、もう非常に若い会社になっています。とは言いながらもですね、従業員数はすでに2000名を超えておりまして、これからもどんどん規模を拡大していこうというようなことを企画している、そういうような会社になっております。我々の事業概要はですね、デジタルマーケティングのすべての領域に対するコンサルティング、開発実装、運用実行の提供ということになっておりまして、あらゆるデジタルマーケティングの手法を用いて、クライアント、我々にとってのお客様の事業成長をサポートしているというような会社になっております。本日の説明では、なかなか聞き慣れない言葉がもしかしたら出てくるかもしれないんですけれども、順次ご説明しながら進行していきたいと思いますので、ご安心いただければなと思います。はい、それでは次のスライドお願いいたします。はい、こちらがですね、本日皆様にお話をする内容となっております。繰り返しになるんですけれども、我々の事業内容を簡潔に表すですね、デジタルマーケティングの手法を用いて、クライアントの支援を行う会社ということになっております。ですので、まずはデジタルマーケティングの全体像についてお話をしたいと思います。で、その後はですね、デジタルマーケティングという、非常に大きい塊を砕いてですね、領域化をして、で、それぞれの中で、じゃあ実際にどういうビジネスを行っているんだろうというような事例のご紹介をさせていただきたいなと思っております。そして最後に皆さんからの質疑応答を進めるという流れで予定をしていますので、最後までご視聴をいただけますと幸いでございます。はい、次はお願いいたします。はい、それではまずデジタルマーケティングとは何かということなんですけれども、皆さんはどうでしょうか。デジタルマーケティングと聞いて何を想像されますでしょうか。はい、次お願いいたします。はい、デジタルマーケティングとはですね、デジタルテクノロジーを活用して、マーケティング上の課題を解決していく、そういう手法のことです。なんですけれども、ここで申し上げたデジタルテクノロジーというと、例えばですね、デジタル広告であったり、ウェブサイトであったり、あとはデジタルサイネージ、看板ですね。電子看板であったり、それから AI、VR、AR といったような最新のテクノロジー技術であったり、または EC サイト、オンラインのショッピングサイトをイメージしていただければよろしいかなと思うんですけれども、であったり、Adobe さんや Salesforce さんと、が提供されているようなデジタルプラットフォーム、こういったものをデジタルテクノロジーと、呼んでおります。はい、次お願いいたします。はい。
まあ、先ほどご覧いただきましたようなデジタルテクノロジーを活用してですね、例えばEC で商品の売り上げを伸ばしたいであったり、デジタルで新サービスを立ち上げたいとか、利用者の満足度を改善したいとか、マーケティング活動をこう効率化したいとか、そういったようなですね、クライアントの抱える様々なマーケティング上の課題を解決するお手伝い、ここのところを我々は行っているということになっております。はい、次お願いいたします。はい。以上までがデジタルマーケティングの概要のところになるんですけれども、ここからはですね、電通デジタルの仕事について、具体的な事例を合わせてご紹介していきたいと思います。次お願いいたします。はい。我々が扱うことができるデジタルマーケティングの手法がですね、カバーする範囲っていうのは非常に大きくてですね、細かく分類するととても15分の説明で収まりきらないので、ちょっと今回は残念ながら全てをお伝えすることはできないんですけれども、大きく分けるとですね、ご覧いただいている3つ、こちらに分類されるかなというふうになります。トランスフォーム、プラットフォーム、コミュニケーションの領域に分かれて説明を進めていきたいなと思います。それでは次のスライドをお願いいたします。はい。ではまずトランスフォーメーションのフィールドなんですけれども、ここではですね、企業のビジネスモデルの変革であったり、CX、これはカスタマーエクスペリエンスの略字で、まあ、いわゆる顧客体験とも呼ばれる、そういうようなことなんですけれども、まあ、顧客体験という呼ぼうであったり、あまり見慣れないかなと思うんですけど、例えば、そうですね、まあ、コロナ禍で、人々の在宅時間が増加した、そういったような要因で、オンライン上の流通取引総額っていうのは増加傾向に年々あるわけなんですけれども、まあ、するとどうなるかというと、企業にとってみると、オンライン上でいかに、顧客と人々と接点を作れるか、そこが非常に重要になってきたりしています。車などの高額な商品とか数量限定の商品、そういったものは別なんですけれども、いかに優れた商品をこう開発していってもですね、実際にそれがリアル店舗でしか売られてなかったりすると、それだけで今の時代、人々が商品を購入する際のハードルが上がってしまうというような環境になってきたりしています。また、すでにオンラインショッピングサイト、EC を導入している企業であっても、人々のデータをもとにですね、顧客体験、ここを改善していくことで、さらに商品を購入してくれる方が増えたり、もしくは、繰り返し商品を作っていただく、さらには長期間にわたって自社の製品を、購入し続けるファン層、そういったものを獲得につなげる、そういったことが可能になってきたりしています。まあ、何が言いたいかと申しますと、ビジネスモデルであったり、顧客体験っていうのをですね、社会やテクノロジー、または人々の思考の変化に合わせて形を変えていく必要がある、そういったものになっておりまして、この領域では、トランスフォーメーションの領域では、そこのサポートを行っているということになっております。はい、次のスライドをお願いいたします。はい。こちらはですね、そのトランスフォーメーションの領域の中の事例をちょっと紹介させていただきたいんですけれども、まあ、社会課題の解決とともにですね、新しい顧客体験を生み出したというような事例になってまして、コロナ禍で影響を受けた業種といいますと、まあ、皆さんもよくニュース等で耳にされるかな、目にされた方がもう多いかなと思うんですけれども、まあ、飲食業が挙げられると思うんですけれども、その飲食業を支援する、まあ、そういった社会活動、社会課題の解決のためであったり、まあ、それと合わせて地方創生を推進するために、サントリー様とですね、タッグを組んで行ったビジネストランスフォーメーションの事例、これがですね、ご覧いただいている先飯になります。これまで社会に存在してなかった新たなビジネス上のプラットフォームを作り出す。まあ、それによって飲食店としては、新しいビジネス手法を取れるようになったり、でまたコロナ禍で外出自粛が要請されるそういうような状況下であっても、行きつけのお店であったりいつか行きたいなと思ってたお店をこう先払いによってこう支援するそういうような新しい顧客体験がこう生み出された、そういうような事例になっております。はい、次のスライドお願いいたします。はい、そしてこちらのスライドはですね、まあ、飲酒に対する価値観の多様性を内包した新しいコミュニケーションの場を作ろうということを目的として、事業の創造を行ったというような事例の紹介になります。
実は、これはですね、アサヒビール様と、弊社が共同で設立した会社が、運営を、事業の運営を行っておりまして、6月30日にですね、渋谷に店舗がオープンしたばかりです。まあ、中ではですね、来年4月に弊社に入社予定の、内定者が、こう、アルバイトをして働いていたりしてます。私もですね、今日か明日、ちょっと行ってみようかなというふうに思っております。はい、次お願いいたします。はい、続きまして、プラットフォームの領域なんですけれども、こちらのフィールドでですね、フィールドでは、クラウド技術などを活用して、最適なマーケティングを行うためのシステム基盤であったり、データ環境の整備、そういったことを行っております。次のスライドお願いいたします。はい。こちらはですね、このプラットフォームの領域で、横浜銀行様を支援した事例のご紹介になるんですけれども、まあ、ひょっとすると、電通デジタルと聞くとですね、デジタル広告の会社というようなイメージを強く持たれている方もまあ多いのかもしれないんですけれども、実はこういった硬い業界であったり、または地域に根ざしたインフラとなっている企業、であっても、こう、我々のクライアントになり得るということをちょっとご紹介させていただきたくてですね、こちらを持ってまいりました。また、合わせてですね、決して広告だけではなくて、デジタルデータを活用するためのシステム基盤の構築であったり、環境の整備も行っているということを、合わせて、今日、認知していただければ、幸いかなと思います。まあ、よく耳にするようなですね、ハンコをなくしたりとか、紙の量を減らしたり、まあ、つまり業務のプロセスをこう効率化するという意味合いの DX ではなくて、ビジネスモデルそのものを変革する DX、これがですね、我々がクライアントに提供しているサービスでして、で、まあ、この事例では、その変革のためにですね、必要な次世代のマーケティングプラットフォームを、設計から構築、そして導入まで、一気通貫でこう支援をさせていただいたというような事例になっております。はい。次のスライドお願いいたします。はい。続きまして、コミュニケーションのフィールド。こちらではですね、デジタル広告であったり、SNS、オウンドメディア、企業のホームページのですね、人々との、まあ、直接的なマーケティングの接点を、デザインしております。まあ、ここは日常生活でも馴染みのある用語が多く書かれてるんじゃないかなというふうには思います。比較的馴染みのある用語が書かれているのではないかなと思います。はい。次のスライドお願いいたします。例えば、一番左の、何でしょう、二つのピラミッドの頂点がこうぶつかり合っているような図を見ていただきたいんですけれども、上部の逆三角形の範囲ではですね、インターネット広告や SNS 広告などのデジタル広告のほか、あとはまあサイネージなどの街頭広告を駆使して、認知の獲得から実際の購入に至るまでの広告効果をこう最大化するような施策を打ち出したりですとか、でまた下の三角形の範囲のところでは、購入後にリピーターに、そして一生涯のファンになってもらうための、まあ、そういった利用促進の仕組み作りを行っているというようなことをしております。まあ、ポイントとなるのはですね、まあ、見ていただいているようなマーケティングのあらゆるフェーズに対して施策を打ち出すことができる、そういう事業の幅広さという点と、あとはオンライン上の施策、だけに限定せずですね、オフラインの領域でも、施策を展開できる、という点の2つになります、企業と人とのあらゆるコミュニケーション接点をですね、駆使しながら、クライアントのマーケティング課題の解決に、まあ、最適なソリューションを最適な規模でこう展開することができる、これがですね、我々の会社で可能になっていることになっております。はい、次のスライドお願いいたします。はい、もちろん広告の分野でも、我々の強みとしてありまして、例えばテクノロジーとクリエイティブを組み合わせて、社会に影響を与えるというようなことをしているんですけれども、まあ、ご存知の方あまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、国際的な AI コンペティションにカグルっていうものがありまして、実際に電通デジタルに所属している AI エンジニアがそこで金メダルを獲得していたりするんですけれども、まあ、そういったその AI の知見に基づいて新たなデジタル広告の作品をこう生み出す、そういったこともしておりまして、
例えば警察庁の協力を得て実施した、AI を用いて過去の指名手配の被疑者のですね、現在の年数が経った後の現在の姿、顔、形をこう予測するプロジェクト手配であったり、あとはプラスチックごみによる海洋汚染、この深刻さというものをこう発信するために、AI を用いて実際のプラスチックごみの画像をですね、海が描かれた世界中の名画の画家のタッチで変換して、そこにその絵を載せると、プラスチックごみの画像をこう組み合わせるというような名画になった海展、などでですね、数々の賞をこう受賞したり、そういうこともしております。はい、次のスライドお願いいたします。はい、最後にですね、ここまでのご説明の中では、紹介できてなかったんですけれども、実は我々はグローバルの領域でも、多くのクライアントの、事業成長を支えておりまして、例えば、外資企業の日本市場内でのマーケティング支援という場合もあればですね、国内企業がグローバルに出ていく、進出するための支援を行ったりということも行っています。インアウトであったり、アウトイン、そのどちらでもですね、企業のグローバル展開というものを支援することができる。まあ、そういったことも実は行っているんですけれども、ご覧いただいているものがですね、アメリカのスポーツブランドの、日本市場向けのデジタルマーケティングを行ったというような事例。でまあ、これを行うにあたって、その日本の市場にこう適したキャンペーンのフレームを設計して、それとですね、電通グループの強みである、オンライン、オフライン、オンオフ統合のマーケティングをこう展開してきたというような事例のご紹介になります。はい、次のスライドお願いいたします。はい、まあ、ここまでご紹介してきたですね、トランスフォーメーション、コミュニケーション、プラットフォーム、そして最後の、グローバルと、この、まあ、4つの領域があるわけなんですけれども、まあ、これら4つのフィールドっていうのは、それぞれが決して独立して働いているわけではなくて、我々のプロジェクトの多くはですね、この複数のフィールドをこう巻き込みながら、各フィールドの専門性を生かす形で、クライアントの課題解決にこう最適なソリューションをこう提供する、作り出すということを行っています。なので実際中に入って働いてみるとですね、まあ、自分の専門フィールドの外側にある領域の知識であったり、スキルをこう学んだり習得する、機会っていうものが、豊富に存在している。各フィールドの専門性の高さと、デジタルマーケティングのほぼ全てをこうカバーする事業領域の広さ、これがですね、電通デジタルで働く一番の魅力であって、まあ、他社と差別化できる点ではないのかなと、個人的には、感じております。はい、次お願いいたします。弊社の新卒採用ページのトップを開いていただくとですね、はじめに、オールシームスデジタルと、デジタルの全部がここにというメッセージが現れるんですけれども、ここまでのお話をこう聞いていただいて、あ、なるほど、そういうことねと、あ、確かにそうだよねって思っていただけるようになっていれば、すごく嬉しいなと思います。はい、それでは以上で会社説明を終了いたします。ご不明点やご質問は、この後の質疑応答で、何でもお気軽に、ご質問いただければなと思います。ありがとうございました。小野崎様、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。わかりやすい。はい、ご説明ありがとうございました。それでは早速ですね、ここからは学生さんからの Q&A にお答えする、時間の方に参りたいと思います。今、学生さん、たくさんの学生さんがですね、視聴いただいていて、ご質問もたくさん来ておりますので、なるべく多く、はい、ピックアップをさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速とですね、ありがとうございます。F キットさん。ご質問ありがとうございます。お二人が入社をされた動機や理由を教えてくださいというふうなことがあるんですけども、ぜひお願いできますでしょうか。そうですね。じゃあ、私の方から参りますけれども、一つは本当にそのデジタルの領域って変化がものすごく早い、分野になってます。新しいテクノロジーが出てきたら、先ほどちょっと CX、顧客体験とかビジネスモデルっていうところもご紹介しましたけれども、まあ、企業のビジネスモデルの変革のスピードも速かったり、新しいテクノロジーを駆使して、新しい広告の形態、クリエイティブが生まれたり、例えばオンラインショッピングサイトに、バーチャルテクノロジーが組み合わされたような新しいものが出来上がったりとか、その変化のスピードっていうところが、一つ私にとっては魅力でですね、入社の決め手になっております。ありがとうございます。私からもすみません。はい。事業領域はまさに野崎が言った
通りですね、本当にこれからどんどん変わっていくし、まだ想像もしてないことが起こるっていう、すごいワクワクするようなところっていうのが私もあって、入っているっていうのと、あとは、まあ、そういった業界でもあるので、うちの会社の社員も割と前向きだったりとか、どんどん新しいものを作っていこうっていう風土があるので、まあ、そのあたりに惹かれて入社したというようなところになります。ありがとうございます。実は同じ方からですね、連ねてご質問いただいておりまして、またその入社後のギャップがあれば、はい、ぜひ教えてほしいとのことだったんですけども、小野崎様、いかがでしょうか。そうですね、これはちょっと、まあ、いい意味のギャップにはなるんですけど、まあ、コミュニケーションがもともとフラットな業界だなっていう印象は持っていたんですけれども、実際入社すると、社内での、やり取りって、スラックって、呼ばれるビジネス上のチャットツールみたいなものを使ってするんですけれども、まあ、そこの、まあ、使い勝手が非常に良くてですね何かわからないところはすぐそのチャットツールを使って尋ねられる、まあ、精神的なこのハードルが低かったりするんですよね。なのでオンライン主体の働き方になっててもその辺は思ってたより全然苦労せずにすっと会社に溶け込めたなというふうに思ってます。ありがとうございま す、 そうです、ね、確かに、ね、オンラインはやっぱりその辺のツールすごい揃ってるなっていうのは同じですと。で、一方で割とデジタルっていうと、もしかしたら人によってはね、すごく表面的みたいなところを思う方もいるかもしれないんですけど、私はそこがギャップだったなと思っていて、まあ、チーム内のコミュニケーションもすごい活発ですし、あとまあ立場柄いろんな現場の方とお話しするんですけど、皆さんとても熱い思いを持っているので、そのデジタルの中でも下がるっていうのはギャップだったかなって思ってはいます。なるほどですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではどんどんご質問の方に参りたいと思います。2人のですね、そのエピソードを交えて、ぜひやりがい、これまでのお仕事の中でやりがいをぜひエピソードを交えて教えていただきたいというふうなご質問いただいておりますが、いかがでしょうか。そうです。ちょっと我々は人事が専門なので、あまり現場のやりがいというところに触れられるかどうかはわからないんですけれども、それで言うとですね、まあ、ちょっと説明が重複するところもあるんですけれども、まあ、デジタルマーケティングの幅がすごく広い、領域幅広いという話はした中で、自分が興味を持って情報を取りに行けばですね、本当に例えばテクノロジー系の方であっても、コミュニケーション領域の最新の知見ってものも得られたりします。というのはその社内の中で情報を共有する文化が非常に育っているので、自分のやる気とか、あとは自分の学校になりたいんだっていう、その、まあ、思考次第でですね、いくらでもこう新しい情報を取っていったり成長できる環境っていうのはあったりすると思いますので、そういったところをこう活用してその自分の成長を実感できるっていうところは一つやりがいとして挙げられるんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。そうですね、そういった文化すごい強いと思ってます。で、ここが頑張ればっていうところもある一方で、組織としてもちゃんと新しく入った人に対してしっかりトレーナーをつけて、まあ、組織的にも一緒に育てていくみたいなところがあるので、まあ、この発信と、まあ、組織体制としてっていうところでみんなが育っていくのがすごいいいことだなと思っています。ありがとうございます。それではどんどんいきたいと思います。宇多隆さん、ありがとうございます。御社で活躍されている方の特徴などがあればぜひ教えていただきたいということだったんですけども、はい、いかがでしょうか。ちょっとまあ2000人もいるので一概にこういうことは難しいんですけども、やっぱりこうなんだろう、アンテナをこう幅広く持っていたりとか、何か物事を突き詰めて考えよう、成長し続けようとか勉強し続けようっていう方っていうのは本当に見てて成長も早いかなっていうふうに思ってます。で、うん、そういう方はやっぱり多いのじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。八重樫様はいかがでしょうか。その感覚で言うと今の質問を考えてたんですけど、特徴が言い切れないなって思ってます。本当にいろんな人がいてですね、それこそまあ7年の会社なんでいろんなバックグラウンドを持った社員もいるので、まあ、そこが面白さかなと思うので、うん、まあ、それぞれがバックグラウンドも含めて発信していくっていうところの面白さかなって思ってます、うん、ただまあ共通するところで言うと、先ほどの話とちょっと重なりますけど、やっぱり思いの部分だったりとか、まあ、先ほど野崎が言ったレジ前のアンテナだとかっていうようなところはあるんだろうなと思うんですが、それぞれの個性で皆さん活躍してるなってすごい思っています。
本当に多様性がいっぱいあるんです。そうですね。まあ、多様性があるんですよね。なので、一括りにするのがちょっと難しかったりするんです。うんうんうん、ありがとうございます。御社の多様性があるからこそ、なかなか一括りは難しいけれども、うん、はい、その御社で活躍されている学生さんが、まあ、アンテナを強く広げて、そうですね、自ら取りに行かれる学生さんが多いというふうな形ですかね。そうですね。承知いたしました。ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。あ、こちらはちょっと突っ込んだ質問からかもしれないんですけども、はい。実際にその御社のクライアントとなる方は、その御社電通さんから紹介されることが多いのでしょうかっていうふうな質問が来ていますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。それで言うとですね、どちらもあります。もちろん、電通の方からの昇流もあれば、我々の方からの昇流もある。で、まあ、得意としているところがそれぞれ違うんですね。電通は、まあ、総合広告代理店で、もともとそのマス広告の方に力を、強みを持っていて、で、我々は デジタルの分野で専門性を、持っているというところなので、まあ、回答としてはどちらもあるっていうことと、あとはそれぞれ専門性が違ったりするので、そこでお互いの強みをこう生かして、大事なのは、どっちがっていうわけではなくて、クライアントに最適なソリューションを提供できるかどうかっていうところなので、そこはその電通グループの総合力で最終的にはこう向かい合っていく、というようなソリューションの提供の仕方になっております。ありがとうございます。矢木様、いかがでしょうか。不足なしですね。まさにということなので。はい。承知いたしました。ありがとうございます。ちょっと残りのですね、お時間も残りわずかとなって今参りましたので、ちょっとどんどん行きたいと思います。次はですね、今御社で取り組んでいらっしゃる課題など何かあればぜひ教えてくださいっていうような形ではあるんですけども、いかがですかね。そうですね。課題といえば、まあ、本当にその変化が早い中でいかにそのまあキャッチアップしていくかっていうところであったり、あとはその。ちょっとこれも広告寄りの話になってしまうんですけれども、年間の広告費用っていうものも、デジタルのところがどんどん伸びていってるので、今ある案件に、まあ、なんだろうな、そこでお客様と向き合っていきながらですね、同時にその世の中の流れにもこう追いついていく、その変化の速さに、まあ、我々の総体として追いついていくっていうのもそうなんですけれども、個々人がそこにしっかりついていけるような、そういった意味でその情報の共有のスピードも上げていったり、または採用人数のところでもそうですよね。業績を拡大するには当然、採用人数、といったところも、働いている従業員の人数というところも関わってきますので、そこもこう拡大させていこうと。本当にまあ成長期にあるっていうような会社になっております。ありがとうございます。そうですね、野崎の言ってくれた人の部分とか業績を伸ばすというところはまさにそうだと思ってます。で、付け加えるとすればですね、割とすごいスピード感で物事を進めている、でお客様が満足を取るというところでもあるので、走りながらっていうところはあると思うんですよね。なので、そのあたりをもっともっとナレッジ化していく、もっともっとみんなのベースアップをしていくっていうところは、次の課題なのかなと個人では思ってます。多分皆さんそれぞれ課題感はあると思うんですが、こういうのがそのあたりかなって思っております。ありがとうございます。それでは最後の質問に移りたいと思います。はい、デジタルマーケティング会社の中でも御社の強みは何ですかっていうふうなご質問1分ほどでお願いできますでしょうか。やっぱり提供できるソリューションの幅広さだと思います。例えば、まあ、ちょっとごめんなさい、あまりイメージがつきやすいようなお話できるかどうかわからないですけれども、ちょっとご紹介したプラットフォームの構築っていう部分、データを活用するため、まあ、そこでも、セールスフォースさん、アドビさん、グーグルさんであったり、まあ、提供できる、プラットフォーム、我々が紹介できる、設計導入できる、プラットフォームというのは複数存在しているであったりですとか、あとは実際に、お客様に、これは広告もそうなんですけれども、出して終わりではなくて、その後のデータをどう活用するか、その利活用の部分の、そこにも入っていける。本当にもう上流から下流までの全てをできる。そこがですね、一つの、強み、他者とまあ差別化できるところにはなってきているというふうに思います。ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃいました。ありがとうございます。そうしても大丈夫ですか。はい。おおむね小野崎の言った通りだと思っています。本当に幅広いってところと上流から。あとはそういう意味で言うと、本当に世のお客様を今、幸いにも担当させていただいているので、どんどん知見も溜まっているので、より高度な
提案もできるようになってきてるかなと思うので、そういうスパイラルができてるかなって思います。そうですね、そうですね。うん、はい、ありがとうございます。すみません、学生の皆さん、名残惜しいのですがですね、ここで質問は以上とさせていただければと思います。学生の皆さん、ぜひですね、電通デジタルさんのインターンシップや、会社説明会にご参加いただいて、そこでたくさんご質問いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にですね、お二人から学生さんへ一言メッセージという部分と、あとはあれですかね、イベントの告知等も最後、もう一回していただけるんですかね。そうですね。はい。じゃあ、ちょっとインターンシップの、ご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、お願いいたします。はい、夏にワンデーインターンシップっていうものを、予定しておりましてですね。で、8月の、インターンシップの、締め切りはもうちょっと過ぎてしまったんですけど、次回9月の、インターンシップ、こちらの締め切りが7月の31日に、なっておりますので、まあ、ぜひ興味のある方はですね、ご参加、まあ、ご応募いただきたいなというふうに思ってます。まあ、会社についての理解を深めたい方であったり、業務を疑似体験してみたい方であったり、で、デジタルマーケティングの基礎を学びたい、まあ、そういうような方はですね、ぜひ、我々の、ホームページにアクセスしていただいて、そこから応募いただけると、非常に嬉しく思います。では、最後に我々から一言ずつというところで、そうですね。まずは本当にお忙しい中、ご視聴いただいたっていうところで非常に嬉しく思っております。もっともっとお伝えしたいことがあってですね、今日短い時間で伝えきれなかったところもあるので、ぜひ今後もイベント等あるのでですね、まあ、興味をですね、こう持ち続けていただければすごく嬉しいかなと思います。であとは本当にいろんな会社さんが、世の中にはあります。業界もあるのでですね、まあ、幅広くこう見て、ご自身の中でこう比較して、ご自身の中で噛み砕いて比較していく。そこが、まあ、納得する就職活動のゴールにつながるんじゃないかなと思いますので、まあ、お時間と体力とこう、まあ、相談しながらですね、いろいろ活動して、いろんなところをこう見てもらえればなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。八木様、いかがでしょうか。はい、今日お時間いただいてありがとうございました。そうですね、これから就職活動ということで、皆さんの多くの方々、きっと入社した時からね、コロナでリモートだったりって、割と大変な学生生活を送られてきたのかなと思っているんですけれども、そういったようなのだからこそですね、就活もぜひご自身なりのアプローチをしていただきたいなって思ってます。で、ご自身のことを深めるってこともそうなんですけども、まあ、今日皆さん来ていただいてますが、本当にいろんな会社さんですね、ぜひ興味を持って話を聞いていただけるといいかな。そして、まあ、さっき小野さんが言ってましたけど、ご自身なりに噛み砕いてっていうところで、それぞれの会社さんに当たっていただけるといいかなと思ってますし、まあ、その先が電通デジタルのことで嬉しいなと思ってますので、もしインターンと、ね、興味ある方は、ぜひ覗いてみてください。はい、ありがとうございます。熱いメッセージ、誠にありがとうございます。